に広がる政策国際高校グループ、その中の那覇キャンパスの私たち生徒を中心に学校生活をはじめさまざまな話題を提供する番組、政策ラジオ始まります。さあ始まりました、政策ラジオ、今週の学級当番は、最近5月病が終わったと思ったら今度はまた夏バテが襲いかかってきて全然やる気が起きない今日この頃の野口大輝です。ではそれでは皆さん自己紹介お願いします。はい、お願いします。最近バイトを始めました倉田貴也です。イエーイ、お願いします。明日嵐の DVD 発売でドキドキしている田島愛香です。よろしくお願いします。イエーイじゃあというわけでね、第2回ですよ。そうですね、第2回ですね、はい、私は1回目ですそうか、前回ね、その来るはずだった予定の人が、うん、まさかの今日来るという復活しました、はい、よろしくお願いします。入院してたんでしたっけ。はい、入院してました体はもう大丈夫なの。はい、大丈夫です、元気です、復活しました。あ、もうアンパンマンですね。はい、そうです、元気いっぱいです。いやもうさ、もう今雨だよ、雨ですね傘さしてる人いますね、外に。確かに結構、いやでも俺今日傘忘れたからさ、うん、自分も忘れた。あ、もう最悪だからね、もう雨降ったらちょっと大変なことになると思う。もうこのラジオ終わったらもう FM 那覇からもう泊まりまで歩かなきゃいけないから頑張って大変だな。もう雨が降らないっていうことはもう本当に願いながら、うん、やるしかないんだけど、はい、そうですね。だから最初の俺の挨拶でこの夏バテ、夏バテってのが出たけど、うん、みんな夏バテってなる？そこまで自分はあんまりなんならないかな、いつも。あ、そうなん、うん、俺ね、なんか5月病とかなんかこの夏バテとかっていうなんかこのやる気ないシーズンってあるじゃん、うん、あるある。それめちゃくちゃ影響を受けやすいんだよね、なんかもうさ、なんだろう、めちゃくちゃね、食欲もなくなるしみたいな、うん、すごいね暑くてなんかもう外に出たくないっていう、もともとがインドア人間だからインドアもうそれがもう出てきてしまったっていうところもあるからね、うん、あ、じゃあ高谷はなんか最近バイト始めたっていうけど、うん、先週の水曜日からもうバイトを始めて。おお、はい、飲食、うん、あの国際通りの鉄板焼きのレストランでバイトを始めて。いい、鉄板焼き、作る、うん、作る方ではない、うん、でまだやあの入ったばっかりだからそれはまだやってなくて、まあ、大体あの、はいはい、お皿洗って拭いたりとか、あれね、裏方のホールってやつだね。そうホールスタッフみたいな、なんかそういう感じなことだろうな、キッチンとかなんか。あ、ありがとうございます。イエーイ、嬉しいですね。嬉しいです。あ、でもバイトか、バイト、うん、や、自分もやってるけど。あ、 そうでしたね、なんか言ってましたね、うん、飲食のカツ丼屋さんで働いてます。カツ丼屋さん、はい、いいね。え、どこにあるんですか。首里にあります。首里、首里か。あ、首里か、はい。まあでも、まあ俺もまあバイト始めたいなってずっと思ってんだけど、いまいち ね、 そうね、なかなかね、探すのは大変だよね。探すのがね、うんうん、楽しいけど大変みたいな。あ、だね、確かになかなかね高校生のバイト結構限られるもんね、なんか飲食だったりとか、ね、あとはなんかお土産屋さんとかで働いてる子もいたりとか。あ、え、お土産屋さん、うんうん、結構国際通りで働いてるっていう子いるよ。あー、そういうことか、うん、そうそうそう。お土産って言ったらなんかもう那覇空港の中そのあ、でも那覇空港もある。あ、そう、求人見つけたことある。結構あの求人誌 J-WOM とかに結構那覇空港のやつ結構載ってるからそうなんだ、あるあるある、うん、まあいろいろね、まあ、バイトもねなかなかいい経験になるけど、うん、まあ愛子さんはあの嵐が、あ、そうだね、嵐大好きで、あ、あれ明日、うん、はい、あ、水曜日発売で明日受け取りなんですけど、あ、なるほど、ライブ DVD でアンタイトルってやつが、あ、ライブ DVD、 ライブ DVD です。ああ、それを今心待ちに、本当に嵐ね、嵐なかなか面白いよね面白い好きで、中では大野くんが好きかな。自分は一応二宮で、あ、一応全員好き、全員好きだけど、あ、なるほど
強いて言うならって感じ。あーなるほどね、うん、まあでもジャニーズって言ったら、うん、一番好きなの俺やっぱちょっと最近いろいろあった TOKIO なんだけど。 TOKIO かっこいいよ。あんまりそれはかっこいいかっこいい、うん、なんかそのバンドっていうね、うんうんうん、このあの特殊だよねジャニーズの中でも。まあ、俺がドラムやって自分がドラムやってるから、うんうん、そこでねなんかこのバンドっていう響きが好きなのかなっていう感じもするけどね。うんうん、うん、そうね確かに。まあ、最近なんかねジャニーズもなんかいろいろあってね。そうだね。よくニュースとかでやってますね。ツイッターにもコメントが来てますよ。聞いてる人も。お、お、ちょっと、この方。あ、いるんだ。いるんだ、嬉しい。旧具志堅氏の。具志堅氏の。具志堅さんかと思った。傘を忘れるために買うものだよって。そういうもんなのかな。みんな何年生って。ああ、自分は、自分の野口大輝の方は、あの、うん中2です。あ、中2じゃない、ごめん。おいおいおい、なんで戻るんだよ昔に。ちょっと緊張してからちょっとね。昔に戻るな。高校2年です、うん、高谷は、高谷も高校2年だよ。高谷も、はい、なんか自分のこと高谷もみたいな。あ、愛香も高校2年生です。はい、2年もみんな2年生だね今日。あの、大体出るの2年生ですからね。キューブしかしの俺さんは何年生ですかって聞いてみたら、ああ、そう、何年生ですか。俺は、俺はツイートしてくれるかな。俺さんはツイートしてくれたらとか聞いてくれてるっていうことが、あ、中にサバ読んだなって書いてる。コメントが来てる。コメントが来てます。サバ読むと。さっきね言い間違えたからね。中にって。あれ3年前の。ちょっとガチボケがね。ガチボケが出てしまった。危ない危ない。普通に緊張で言い間違えるっていうね、うん、あるあるだから大丈夫。なんか聞きたいことがあったらツイートしてくださいって、はい、あ、ぜひキャスの方でも。そうですね、もう、はい、どんどんもう、あの、パンクするぐらいの。そうあの、うん、ドラマで なんだっけ、花のち晴れだっけ、うん、あの、あれで、あの松潤のキャラが出てきたら落ちるっていう。道明寺のせいで。もうそれぐらいも送ってきてくれて、送ってきてくれていいんで。旧具志堅市の俺さんが昔高2でしたって。あ、昔高2でした。ということは、昔っつっても何年前か知らないんだけど。全然年齢わかんない。でも年上ってことで。とりあえず分かることは年上ってことで。でも先輩チュース。お願いします。あ、でも冒頭に戻るけど、傘を忘れるために買うと。あ、そうで、買うっていう。でもすごいね、傘忘れやすいよね、うん、よく忘れる、よく忘れる自分も。でも確かにね、なんか自分晴れ女らしくて、なんか、あの、外に出ると雨降らない。自他共に認める。なんかみんな言わ、なんかよく言われてて、なんか自分と外出るとなんか雨降らないから、はい、自分傘持つことめっちゃ少なくて、なんかそうなんだ。学校行ってる間はめっちゃ雨降ってるのに、帰る時には俺が晴れてるみたいな。あー、なるほど。とか小雨とか。羨ましい。何その体質。ちょっとそこは俺も欲しい。なんかすごい得してるなっていつも思う。あそうそう。俺もう持ってけよって言われてるのに、なんかもう持ってくのを忘れるっていう。わかる、すごいわかる。なんかちょっとボケ始まってるのかなっていう。はい、ということで、まあなかなかね、あの、傘トークが盛り上がったところで、はい、じゃあそれでは、今日も星座ラジオ始まります、はい、全員星座レイ始めまーす。 FM 那覇 78.0MHz。この番組は星座国際高校那覇キャンパス沖縄学習センターの提供でお送りします。 FM 那覇 78.0MHz。 あなたの夢を叶えるラジオ。
それでは1時間目です。1時間目の担当の先生は誰ですか？はい、私田島愛香です。よろしくお願いします。お願いします。1時間目は音楽の授業です。お、音楽？はい、音楽です。前回俺も音楽をやったんですけどね、はい、今回はちょっと違った面から音楽を伝えていきたいと思います。お、なるほど。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあいきなりですが、皆さんポルっていうバンド知ってますか？ポル、はい、ちょっと自分は分かんない。分かんないです、まあ、初めて聞いた。ポル、カタカナ、POLU でポルです。へえ、うん、皆さん知ってる人はいるのかな、ツイッターの方でも、うん、ポルっていうバンドです。え、どんなバンドなんですか？日本のロックバンドで2016年結成です。あ、めっちゃ新しい。若いです。若いバンドなんですけど。2年前。へー、はい。でボーカルが中学3年生の丸山すみなっていう子なんです。え、中学3年生？中学3年生。え、女の子で、はあ、自分たちよりかもはるかに年下です。はい、はるかっつってもはるかでも2、3歳くらい2、3歳くらい。まあでもそれは結構中学3年生の子で、2017年9月18日放送の、ミュージックステーションウルトラフェス2017の出演を受けたテレビ朝日系のオーディション M ステへの階段で、約2000組の出演者よりトップになったバンドです。すごいな。で、そのウルトラフェス2017に出演したことがあります。へえ、はい、すごい。そっからいろんな、最近この有名なのもなって、このボーカルの丸山すみなっていう子は、はい、音楽チャンプっていう番組にも出てて、でそこで音楽チャンプ中高生のオーディションに受かって、はい、デビュー、配信でデビュー曲、はい、ドラマっていう曲をリリースしてて、はい、YouTube のこの、カバーしてる、クリス・ハートさんの I Love You が、今、はい、1029万回、再生されています。今日現在1000万回、はい、1000万回以上ですもん。毎日毎日増えてって、すっごい今だんだん増えてって、いろんな曲をアップしてるんですけど、うん、他もいろんな再生回数がすごいことになってて、で、6月の22、23に、ミヤロックフェス、ミヤロック、宮古島のロックフェス、あ、宮古ロック、へー、うん、そんなにあるんだ。に出演することが決まっています。沖縄に来ます。すごい。この子は徳島の子なんですけど、そうなんだ、はい、沖縄にライブ来るそうです。すごい、はい、でそのポルってバンドは今ツイッターの方では誰か知ってる人は見当たる？いや、でも知ってる人は見当たんないです、今のところ。あ、そうなんだ。コメントなんか来てます？うん、でもポルハテナぐらいしか。なるほど。ポルってなんだみたいに。誰が書いてるの？これはさっきの旧具志賀氏の俺さんです。あ、うん、ポルって俺も初耳、はい、そうですよね。初耳って言葉があんのか分かんないけど初めて聞いたね。なんか自分も、この M ステを見て、はい、すっごい冒頭のアカペラに、はい、もう心を奪われてしまって、そっからもういろんな、なんかツイッターを見たりとか YouTube 見たりして、はい、本当に好きになってて、はあ、で CD も、今2枚出してて、すごい。今年の5月5日に、はい、セカンドミニアルバムの145っていうのを出したんですけど、それも買って聞いたんですけど、はい、本当に、うん、なんか最初とは比べ物にならないぐらい歌もなんか技術とかも上がってて、聴くたび聴くたびに歌の技術が上がってることが分かるのがすっごいなと思って、うん、あ、ちなみにそのポルってバンドって年齢層的には、あ、でもその中3の子以外 は、大人でみんな男性なんですけど、他のバンドにも所属していて、このポルだけではなくて、はい、他のメンバーもみんな活動別のところでやってたりとか、なるほど、いろいろします。でこのメンバーのバンさんっていう人が、はい、主に曲を書いていて、あ、すっごいそのすみなちゃんの声を生かした曲だったりとか、はい、バンドの特色を生かした曲だったりするのが多い、多くて、はい、すっごい魅力的な曲ばっかりです。へえ、はい、すごいな。中3でそんな、中3すごいです。大人の人たちと混じってやるっていうのが、そこが本当すごいわ。本当にすごい。あ、そうなんだ。で最近ツイッターでこの、多分この宮古島に来るからなんですけど、夏かも、
夏川りみさんの「涙そうそう」を歌ってる動画を上げてて、それがすっごい綺麗な声で、自分聞いた瞬間にもう 何回ももう聴きたくなるようなもうフルで聴きたいなと思ってはでも残念なことに、はい、このロックフェスがスクーリングと被ってるんですよ。あ、北海道スクーリングと。来週北海道にね、はい、帰ってきた日と帰る日にやるんですよ。え、ちょうど、はい、もう本当にすごいな。もう本当に自分がそれを日程を見た瞬間にもう絶望しましたいろんな意味での奇跡が重なってみたいな、はい、せっかく沖縄に来るのに行けないという悲しさ。なのでちょっといろんな人に行ってほしいとなと思って今日は発信しようと。あ、でも確かにね、俺も聞いてほしいなと思う。アーティスト、好きなアーティストとかが沖縄に来るときに、うん、このなんか用事があって行けなくなったりとかするとすげえ悲しくなるからね。絶望するだから本当にえみたいな、あ、はあ、あみたいな感じで、スマホを見ながらツイッターで、あ、うん、あって言って家で本当にショックを受けてて。なるほど。でも高谷とかってこう音楽とか聞いたりするの？あんまりそこまで。なんかよく帰りとかになんか なんだっけあれ、あのちっちゃいやつ、あのウォークマン、ウォークマン、そう、一応歩いたりしてる時とかに普通に聞いてたりはする。何聞いてたりするの？まあ聞いてるうちの半分は、うん、だいたい英語のリスニング。あ、そういうことか。勉強するのか一応まあ曲は結構いろんなの入ってるよ。あ、特定の曲はあんまり聞いてないな。日本？邦楽しか聞かないから。ああ、そうなんだ。まあ洋楽っつったらよくビートルズとかね、なんかそこら辺がすごい英語の勉強になるとかって、なんか確かなんかビートルズでなんか学ぶみたいな、なんかそういうのがあるらしいんで。おお、でも確かになんか中学校の時の英語の先生がこの洋楽を聞く時間みたいな授業でやって、いいな、そういいな、その時間それは楽しそうだ。なんかそれを訳を聞いてみたいな感じとかやったりとか、うん、あ、すごいな、 やったりした。あ、そんな授業ある、あったんだ。あったあった。いいな、まあ、授業のこの余った時間みたいな、なんか10分ぐらい余る時はあったよ。あ、そういう時に、はいはい、まあ、なんかこの洋楽聞いてみてみたいな感じで聞いて、やなんか訳をこの見たりプリントで見たりとか、そういうことをしたりとかするから、音楽ってなんかいろんな勉強につながるよね、結構。あ、確かに結構ね、なんか、うん、この音楽っていうのかな、うん、まあでも俺が結構洋楽聞くんだけど、最近ねすごいハマってるのがね、わ、うん、かるかな、わかる人にしかわかんないかもしれないけど、あの、うん、フィンランドのハードメタルバンドのローディっていうグループがいいんだけど、ローディ、あのなんか言っちゃえばなんか見た目がすごいなんかモンスターみたいな、なんかすごい仮装してるってこと？仮装してるみたいな、なんかすげえなんかこのなんだろう、あの悪魔みたいな、なんかすごいなんかいかついバンドなんだけど、思ってる以上見た目から反してあの、うん、このサビっていうの、サビとかがすごい一緒に歌いたくなるようなみたいな曲で。フィンランドか、すごいね、洋楽でもフィンランドなかなか聞かないから確かになんかアメリカとか、 なんかイギリスとかイメージなんだけど、確かにね。まあでもね、結構ねロックっていうのもね、うん、その、うん、なんかポールでしたっけ、ポールで、ポールもね、なんかその、うん、帰ってみたら聞いてみようと思いますんでね、ぜひ聞いてみたい。 YouTube にこの、 あの専用のこのチャンネルがあって、うん、あの PV とか MV とかも上げてるので、ぜひ聞いてみてください、うん、はい、じゃあ聞いてみてください。じゃあそれでは時間になりましたので、先生、最後に授業のまとめをお願いします。はい、ミヤロックフェスに行きたかった
いやツイッターもねなんかいっぱい来ててね、うん、なんかすごい嬉しい限りだけど、じゃあそれでは2時間目の授業ですので、2時間目の担当の先生は、はい、2時間目の担当は私高谷です。はい、高谷、はい、2時間目は本の授業です。ブック本か、はい、ちょっとなんかツイッターで次の授業は保健体育かなって来てめっちゃ外れてるな。外れてますね。めっちゃ外れてる。まあいろんなこと、体の仕組みとかバカ野郎って。本、じゃあ国語の授業とかそういうことなのかな。本か。本、まあちょっと、うん、おすすめの本とか紹介したり。いいね。まあ本はなんか本の良さ、うんうんうん、素晴らしさをまあちょっとここで伝えていければなって思います。まあでもねツイッターとかでもどんな本読んでるかとか、うん、ぜひとも教えてもらえれば、はい、ぜひツイッターで、まあ、本に関すること何でもいいので、はい、ちなみにね自分は、うん、当たり前のように漫画しか見ませんから。漫画、何の漫画読んでるの？最近は、うん、あんまり買ってないけど、うん、結構面白い漫画で、うん、月刊少女野崎くんっていう、わかる、わかる、わかる、全巻集めてんだけど、そんなのあるんだ、すごい結構面白くて、逆系だよね、逆系な漫画でね、なかなかね笑えるっていうね、笑える笑える、自分も何巻か読んだこと、友達に勧められて読んですっごい面白いなと思って、はい、起きそうにいる友達で、はい、この本を貸したんだけど、うん、その学校でその友達とかに読ませてみたら、うん、めちゃくちゃ興奮だったらしくて、うんうん、結構みんな好きっていう人多いよね。なかなか自分の周りも結構多い。あー、なるほど。まあ、ぜひとも読んでみてくださいって感じだけど、相川はなんかおすすめ読んでる本とかある？あ、自分は、うん、なんか本で手紙屋っていう本があって、手紙屋すっごいなんか受験のことを手紙や10通の手紙を交換するんだけど、うん、手紙屋さんと受験のアドバイスだったりとか、うん、あと就職編もあってそのアドバイスを書いてて、それがすっごいなんだろう、響く、なんか斬新だなと思って、なんか勉強のこのなんか見方を結構変わる、うん、変わって面白いなと思って、うん、あ、なるほどね、それは結構その2冊が面白かった。今ちょっとツイッター見たんですけど、ツイッターで結構いろんな本とか漫画が結構ツイートされてる、ね、え、この本読んでないって言ってるのは本読んでない？え、これはちなみに、これはさっきの旧具志堅忍さんですね。あとはまあ、うん、グリとグラと、グリとグラ、ワンピースとか、あ、あとは黒羊、それと東京グール、あー、結構みんないろんなの読んでる、ね、グリとグラって絵本やん。グリとグラって絵本じゃん。ちょっと思わずすげえ笑っちゃったけど、小さい頃読んでたわ。まあでも分かる、自分も読んでた、持ってる、うん、持ってる、家にある。なんかいっぱい書いてる人誰なの、今コメントしてる、グリとグラってのは、グリとグラさんは、これはグリとグラを読んでるっていう人は、これはあの精査の卒業生ですかね、多分、はい、これは、名前は、この名前っていうか、名前書いてる、名前ですね、ゆうさんかな、多分なんかゆうさん、ゆうさんじゃないか、ゆうさんで多分読み方合ってるか、当たってますか、当たってるのかな、当たってますか、読み方教えてください。当たってますか、やったらなんかこのこっくりさんに聞くみたいな。あ、ツイート来ました、ゆうですってこと、ゆうさんで合ってるみたいですね。グリとグラ、いいですね。何年前に卒業したの？5年前らしいです。あ、もうだいぶ先輩、だいぶ先輩じゃない、だいぶ先輩しか、先輩来るのよ、よろしくお願いします。すげえ、嬉しいですね、先輩に聞いてもらえるって。すっごい嬉しいことです。で、その高谷のおすすめの本は、おすすめの本っていうのは、おすすめの本で一応今日、うん、ちょっと2冊持ってきたんだけど、お、はいはい、教えてください。まあんまりちょっとその、うん、なんていうか、はいはい、あの高校生とかが読むような、うん、ちょっと漫画みたいな面白いやつではないので、はい、あ、でもそんなんでそれでもいいと思うよ。結構ね、うん、いいんじゃないのかな。で、どんな本？どんな本？じゃあまず一つ目、はいはい、この本は割と、うん、本とか、あの本っていう本じゃない、テレビとかで、はい、もう紹介されているから、うん、割とメジャーなやつだと思うんだけど、うん、あ、一応これ外国の本で、あ、外国？
スペンサー・ジョンソンさんが書いたチーズはどこへ消えたっていう本なんですけど、ほう、はい、出してって、あモニター出してって、モニターそっち、あこの本タブレットではないよこれですね、はい、このモニこのモニター見えますか、見えてるかな、この帯に書いてるのはこれ一応そうですね、最近うん、北海道日本ハムファイターズからうん、アメリカのメジャーの方に行った大谷翔平選手の愛読書でもあるということです、はい、すごい、はい、あの二刀流のどんな内容の本なん、うん、一応なんかこうチーズはどこへ消えたっていうのは、うん、まあ一応ちょっと3段階に分かれていて本が、うん、ほう、まあ、そのごめんちょっとね今ツイッターの方見てたんだけど、はい、このぐし、え？ぐし川市の俺さんね、チーズはどこに消えた、はい、大喜利かなっていや確かになんか面白い、まあ、大喜利本っぽいよね確かに一本グランプリみたいな感じの一応ジャンルはどっちかつあの哲学書みたいな、まあ、ちょっとしたそういう感じ、うんうんうん、あでちなみにさっきのゆうさんが、はい、パーって見たらあったんで見に来ましたのことで、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、ね、であと一冊は、あと一冊ですね、うん、あと一冊は、日本の本ですね、あ、うん、日本のとこれは藤本靖さんという方が、書いた、うん、感じる力を取り戻し心と体をシュッとさせる方法という内容の本です。面白い、なんかすごい な, なんかすごい、表紙見せて、はい、どうぞ、表紙ですね、これが藤本靖さん、はい、AKB はそれ秋元康や、遅い、ちょっと遅かったな、遅かった、ごめん、気づけなかったいきなり来たな、いきなり来たななんかこう、頭に思いついたら、うん、入れたくなったからね、まあ、ちなみに、そうだね、ちなみにこの本は TBS の王様のブランチでも紹介されたみたいな、うん、ゆうか、うん、あ、そうそうそう、多分、え？だったよね、確か、王様のブランチって、うん、多分、ね、多分ごめん、自信ないのに言っちゃった結構この本はなんか、うん、うん、なんていうか筋膜っていう体の、うん、まあ、そういうものがあるんですけど、それをなんかちょっとちょっとしたやり方で緩めて疲れを取るみたいな、うん、そういう感じのことが、すごい大人な感じだね、うん、体の構造的な感じのあれだったんだね、疲れを取るための本だから、あ、ちなみに今、うん、旧ぐし川市の俺さんから、うん、タイトルの長さでタイトル略してって、これはどう略せばいいのかな、ちょっとかしてかしてかして、感じる力を取り戻し心と体をシュッとさせる方法、なかなか難しい、感じ戻しここからここから手法ごめん、なんか俺も何言ってるか分かんなかった韓国語、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 なんかそれ韓国語、韓国語みたいな、確かに韓国語、韓国語、韓国ここだよってそっち最近ね、北とアメリカの対談首脳会談がね、はい、ありますね、どう、まあ、どうでもいいかっていう話なんだけど、うん、あーでもそういう本なんだね、面白いね、でも結構ねなんか読んでみたいとかって言ってたんで、それはよかった、まあね、いろいろな本があるんでね、うん、まあ、皆さんもぜひともこのチーズはどこへ消えたのかと、はい、なんだっけ、あとまあもう略しています、韓国語です、韓国語もう一冊は韓国語です、韓国語をぜひとも見てみてください、お願いします、すごいな、ちょうどいい、終わりだはい、じゃあというわけで時間になりましたので、いや先生、はい、最後に授業のまとめをお願いします。そうですね、まとめですか、まあ、まとめっていうより、まあ、まあ一言で伝えたいことを言うと、はい、本は人生を作るということです。深いですよ、深すぎて深海5000メートルだわ FM 那覇
いや、それではここで休み時間です、はい、休み時間は自分のおすすめなお菓子やおすすめなものとかを紹介しながらおしゃべりをする時間です。はい、はい、ということで今日は誰の、はい、おすすめを。はい、あいかです。あいかのがお菓子を持ってきました。おお、何かな。本日のお菓子は、はい、じゃがりこのサラダチキン味です。サラダチキン、サラダチキン、はい、サラダチキン、ただのサラダじゃないとではありません。俺はチキンついてるんだと。これです。もうちょっと近づけてみたら、ここか、ここだ。こんなの売ってんだね。新作ですね、これは。立っていいよ、立っていいよ。ああ。立ち上がっていいよ、大丈夫。これかな。あ、なんか。ああ。ですね。はい。で、はい、じゃあ開けていきたいと思います。はい、開けて、はい、じゃあ食べてもらう。自分は1回食べたことあるんで、2人に。じゃあ大輝から1回最初に。あ、じゃあその食べてる間にね、ちょっと紹介っていう感じなんだけど、はい、この旧串川市の俺さんからめちゃくちゃ来てるんだけど、はい、次の授業は図工かなとか。図工3人はどこ出身とかね。あ、出身地。ちなみにグッチ、私グッチの方は浦添のグスクマですね。高谷は、私高谷は、まあ、普通に那覇ですね。那覇、那覇、那覇のどこ。どこ、どこ、うん、よくわかんないです、自分でも。わかんないの。赤峰方面だろ。家はね、家は。あ、自分は首里です。あ、那覇の首里です。なんか今さりげなくボリボリ食べてるけど、食べてる。美味しい、美味しい。すごい美味しい。あ、でもこれ俺結構好きかも、これ。あ、自分も結構好きで、なんか一回食べて美味しいなって思って。あ、あ、確かに。というかいい音だな、いい音だな。食べたい。あ、ちなみにバスで来てるのってことなんだけど、同じ旧串川市のお姉さんから。はいはい。ちなみに自分はバスで来てます。てかやば、自分はモノレール使ってます。自分はバスです。バスが大半かな。確かモノレール使ってる人も案外多いよね。あー、確かに、うん、なんか1年生とかはモノレール使ってる人が多分多かったと思う。あー、そうなんだ、うん、あ、旧串川市の俺さんからサラダチキン味か、家庭科だと、うん、確かに家庭科です。残念、残念、家庭科でしたって。まあ一応でもこれ休み時間っていう名目なんだけど。そうだね。授業というのか何というのかなって話だけどね。はい、どんな味するの。なサラダ、サラダ味をもうちょっと濃くした感じで、うん、結構チキンというのかな、チキン感もあるよね。うん、醤油、うん、なんかね、ちょっと醤油っぽい感じもするよね。うん、ごめんなさい、ちょっと食リポ下手くそで、ごめんなさいね、本当に。食リポはちょっと語彙力だよね。匂いがなんかちょっと独特じゃない、なんか醤油っぽい、なんか醤油だよね、多分、うん、なんか書かれてないですか、なんか原材料的なあれに、うん、原材料書いてます。まあカロリー、カロリーしか書いてない。書いてる。あ、蓋だ。あ、蓋に書いてんだ。でも、うん、何今の、お前の乾いた、さっき乾いた笑い。そぼろ。味付きチキンそぼろって話だけどね。でよ、味付きチキンそぼろ。ああ、やっ、でもまあそぼろ、そぼろ、そぼろ、確かになんか三色丼のそぼろっぽい味するよね。確かにぽい、うんうん、ぽい味だよね。それにちょっとなんかじゃがりこのサラダ味を混ぜましたみたいな感じ。ああ、なるほど。確かに結構ね、そぼろっていう感じがあって、今なんか後ろで倒れたけど大丈夫かな、うんうん、大丈夫かな。大丈夫かな。なんかツイッター来てる。まあなんかさっきの出身の話で、なんか3人とも南部なんだねって、うん、あ、そうですね、あとなんか学校那覇にあるのって来てますけど、那覇です。そうなんですよ、学校那覇にあります。最初に言うの忘れてたけど、うん、せいさんの那覇キャンパスに通わせてもらってます。うん、場所はもう国際通りのすぐそこなんですけど、本当に、ね、ここのスタジオからもすぐそこだね。そうそうそう。ここだってさっきはし、なんかちょっと早歩きできたけど3分ぐらいだったよ、うん、多分ね。確かに3分とか5分、5分もかからないか、うん、それぐらいだよね。でもあそこの場所と説明しづらいよね。前回のあの最初のオープニングトークでも言ったけど、あ、確か分かりにくいよね。確かにね、うんうん、ね、なんかやばいことやってんじゃないかみたいな感じだけどね。そこがそういったやつ、何をしてるとこなのかなってなるよね。、うん、まあ一見本当に分かんないんですよ、あのビルの一角ですねみたいな感じで、はい、ちょっと2階にあります。ちょっとなんか申し訳ないって言ったら、なんか書いてるみたいな。あ、ここかみたいな。え、ここ塾かみたいな感じで、なんか予備校っぽいところもあるよね。確かに。なんかね、あ、でもね、
すごい利点としてね、なんか近くに結構弁当屋とか、ね、国際通りが近くにあるんで、そうあのそうだね、なんだろう、あのなんだっけ、エンダーとかそこら辺とかがあったりして、ファコンビニとかなんかも、コンビニも2つともあるもんね。行っちゃえばドンキホーテも近くにあるから、あ、そうドンキホーテ何でもあるよ、周りもう至れり尽くせり、ジュンク堂もすぐ近くにあるし、あ、あそうだね、まあ、ジュンク堂って知ってると思うけど本屋なんですけど、うん、なんか来てる、うーん、なんか行ってみたいって来てますよ。ああのゆうさんがジュンク堂の方に、それとも多分那覇キャンパスの方那覇キャンパスの方、那覇キャンパスでぜひ遊びに、そう、多分5年前の卒業生だったら多分あのうちのキャンパス長とか知ってそうだよね。ああ誰か、確かに多分ね、小平先生知ってそうだよね。あと今ね、あのすごい問題っていうのかな、なんかすごいこの那覇キャンパス内でのあれなのが、ほら人口密度、ああすっごいよね今ね。今年もまた新しく1年生が結構入ってきて、7人かな、7人ぐらい入ってきて、あの去年っていうか、あの最初の3年生が最初1人から始まって、はい、そっから増えて今最高何人でしたっけ、今30、あ、違う 27? 27人ぐらいで、あ、え、なんか後ろでサインしてるけど全然見えない、29、あ、28人、28人、多いな、多いよね。だからもうあのそこまで広いっていうあれじゃないんですよ、ね、それで、うん、その中にあのこう全員が登校するときに入るとなんかもう、うん、なんだろう、あの中がすごい中国状態になっててあの人口密度がすごいことになってるっていうね。だって普通の学校の教室の半分ぐらいのサイズだもんね、多分ね。確かに一つの教室が、一番大きい教室が普通の公立学校の半分ぐらいって考えたら、それに27人、28人入るってなるとすっごい密度だよね。あ、確かに、うん、すごいなんかもうパンパンでね、パンパンだよね、だって机全部埋まるもんね。確かに俺初めて見たもん、机全部埋まるっていう状況が4月 あの新しいオリエンテーションだったっけの時に、うんうん、何この何人の多さみたいな嘘だろみたいな人が多いみたいなもう去年から考えられないぐらい、考えきれなかった。だって去年、嘘だろって、去年の4月は15人だもんね。ああ、うん、そんな少なそうそうそう、あ、だって3年、あ、だって、2年生が5人に1年生が10人だったから、あ、そっかそっからね、高谷も入ってキーノーって、そうそう、転校生がちょくちょくキーノーみたいなね、キーノーって感じ20人ぐらいになってて、で一気に28人に増えた、うん、あ、うん、そっか。でも今思ってみればさ、うん、2年生多くね、確かに2年生が一番多い、増えすぎだよなん か感覚がおかしくなってるけど2年生が一番多いってね。2年生が一番多いね、確かに。ちなみに共学でね、もあの共学の事実で男子が8人、8人だった。え、あ、マジか、8人だよ、8人しかいないんですよ、多分8人で、女子が20人おかしい、ほぼ女子校です、おかしいよ、はい、やばいねでも、まあ、このラジオの比率でいったら逆かと思われがちだと思うけど、多分でも女子の方が圧倒的に多いから、あの、うん、こういう風にあのラジオとかに参加するのってなんか俺と高谷ぐらいしかいないから、そうそうそう一部の人で大体こういうのやるの、ね、やるのはね、女子でもなんかもうみんな出たくない出たくないとか言って、いやいやみたいなね、シャイボーイとシャイガールが多いよね、シャイボーイとシャイガールが多いからちょっとツイッター見てみた、見てるんですけど、うん、はい、なんかこれケイシー高飛車さんが、はい、なんか新しい人ですか、驚愕で驚愕みたいな、うん、かけてる、かかってたっていう、あ、ちょっとここだけ急にマイナス50度だないやでも行ったら大気がすごい、ごめんなさいな、あの自分のボケを自分で潰すっていう終わりか、うん、時間がね、はい、じゃあそれでは、休み時間は楽しく過ごせましたでしょうか。はい、いや、それでは3時間目です。3時間目の担任はもう残る1人しかいませんよね、はい、そうですね私グッチが担当していきたいと思います。拍手、はい、もう拍手はね、もうセリフでやんなきゃそうです、じゃあ3時間目の、授業は、同じく音楽の授業なんですよ。お、かぶった、かぶった、ね、まあ、あ、うん、あ、不可抗力、不可抗力音楽多いな音楽多いな、ちょっともう、ね、音楽多いんですけど、うん、まあ、今回はね、あのこの時間の音楽は、うん、あの分かる
分かる人は分かると思うんですけど、あの精査って PBL っていうこの情報とか調べて、この自分の興味を持ったものを調べて、それをなんかパワーポイントとかにしてから最後に発表するっていうのが授業があるんですけど、2月ぐらいにね発表会がありますね。でそれで去年、去年今年か言っちゃえば前年度の、あの PBL で、はい、まあ俺があの発表したあの音楽とは何かっていう課題でこう調べたんですですけど、その中であの環境音楽っていうものがあると知って、ちょっとそれが驚愕だったんで、ちょっと音楽の歴史をちょこっと教えつつも環境音楽について触れていこうかなと思います。なるほど。じゃあまず、まあ、みんなも復習としてね聞いてくださいって感じなんだけど、あのまず音楽っていうのがもう歴史がものすごく古くて、あの有史以前にまで遡るって言われてるんですよ。でそれで最初の音楽っていうのは何、楽器っていうのは何かなって思ったら、打楽器、まあ、通称パーカッションって言われてるものなんですけど、それが初めて生まれたって言われてて、最初のこのやっぱ人間って言葉持ってないじゃん、最初の人間っていうのはね。だからこう狩りとか、この狩猟も同じだけどとかにこうあのサインとか、獲物が来たぞみたいなサインとか、あの会話とか、なんかこの表情のなんかあのコミュニケーションを取るためにこの楽器とかが発明されたって言われてて、じゃあもう人が生活していく上で必要なこととしてあったみたいな感じなの。でそのね、今ではいっぱい楽器あるけど、あのそれであのこんななんていうの、どんどんね時代がこう進歩していってから言葉を覚えて、人間とかもこういろいろね、あの、歌いながらギター弾いたりとかする人とかいるじゃん。なんかそういう感じに増えていったっていうんだけど、あ、じゃあということで次は環境音楽っていうその音大に入っていきたいんですけど、まず環境音楽っていうのは、まあなんぞやっていうね、何かなってことなんだけど、でも最近ね、あの、夏になったし、それで暑くなったよね。でも暑くてもずっと家にいたいっていうのがあると思うんだけど、でその中で 俺がもう夏の中で一番って言っていいほど厄介なのが蚊、なんだよ。蚊ってさ、あの漢字虫にブンって書くじゃん、あれって虫の羽音のブーンっていうところから来てるらしいよ。そうなの、すごいな。ちょっと誰かに話したくて仕方がなかった。それはちょっと驚愕だな。まあ私それで、このね、あの耳元とかでブーンってくる音がすごいうるさいんだけど、あの葉の音もね実は環境音楽の一種って言われてて、で最初のその冒頭に戻るけど、最初環境音楽ってのは何かっつうと、まあ、通称アンビエントって呼ばれていて、あの環境音楽っていうのは、あのイギリスの作曲家の、ブライアン・ノーイっていう人がこう、提唱したジャンルって言われてて、意外にもあの1970年から80年にできて、結構新しめな音楽のジャンルで、確かに新しいよ。そこも調べててからすごいと思って、でちなみにこのブライアン・ノーイって人は、分かる人には分かるかな、あの Windows98 かの起動音を作った人とかって言われて、聞いたら多分分かるね。聞いたら分かるんだけど、俺は一応聞いてみたんだけど、あのちょっといまいちピンとこなかったとか、このブライアン・ノーイさんの作品で Music for Airport っていうね、あの曲があるんだけど、それもうあのタイトル通りに、あのこの飛行機に乗るために、の時のリラックスするためにあの聞くっていう音楽なんだけど、すごいのが本当に実際にニューヨークの空港でこの曲が使われてるらしくて、流れてるらしくて、でそれでこのなんだあのリラックスみたいな感じになるっていう、あの俺の知らんけどって感じなんだけど、俺の好きなこの空港の雰囲気みたいな感じがね、作り出すみたいな感じみたいなね、すごいっていう感じなんだけど、まず環境音楽っつってもあのなんか全然聞き慣れないよね。まあまあそれもそのはずなんだけど、あの環境音楽っていうのはあの、普段、まあ、俺たちが生活している中で、
こう意識して聴いてるものじゃなくて、うん、こう無意識に耳に入ってくる音楽ってることを環境音楽って言うらしい。なんかの効果音とかそういうこと。そう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 。BGM とは違う。BGM ともまた違うのかなっていう。そうなんだ。まあ音楽、この環境音楽っていうのは、うん、あの音としての作品が目的っていうのがじゃなくて、うん、音と環境を調和させるっていうのが目的で作られたらしいんだよ。あ、じゃあなるほど、ね、雰囲気を作ったりとか。そうそう、まあそうね、ちょっと言い方難しいけど、うん、あの分かりやすく言うとね、うん、ファミリーマートの入店音ってわかるじゃん。あのデレレレレレってやつあるじゃん、うんうん、あれあのなんか知らないけどファミリーマートとかの、うん、なんだろう、この曲を聴いたらもうファミリーマートっていう、うん、なんかイメージが出てくるじゃん、うんうん、そういうことなんだよ。あ、だからあの環境音楽とかってファミリーマートの音楽っていうのは、うん、あの主張しない音楽っていうの、うん、あのもう入るじゃん。そしたらそこから流れる音とかがもう無意識にすってもう耳に入ってくるから、うん、それが脳がインプットして、うん、あの例えばファミなんかそれでこう音楽流すだその入店音、うん、そしたらあこれファミリーマートの入店音じゃってなるわけさ。ああ実際ファミマに入ってからさ、うん、ほとんど聞かないじゃん、うん、意識しないよ。意識しない、ね、意識しないし、多分沖縄で流れてるのかも分かんないけど、とりあえず、うん、あの、うん、もう分かるじゃん、うん、だからそれほどなんかもう身近な生活とかに馴染んでるっていうところではなかなか面白いなっていう、うん、ああ感じだね。なるほど。で音楽性でこの環境音楽を言うなら、はい、やっぱもうその主張しない音楽ね、うん、あの、うん、この無意識に入ってくるっていうのがあるんだけど、うん、2種類に大別できて、うん、あのこの環境音楽はね、大別するならこの BGM のようなあの機能的なもの、はい、とあの環境の芸術性を追求したものっていうのに分けられてて、うん、このなんだろう、この身近に住んでる中で、うん、一番分かりやすい環境音楽っつったら、うん、あの川のせせらぎとか、あこのなんだろう車のエンジン音とか、うん、そういうなんだろう、あのこのね、あの生活で普通に過ごしてる中でこう聞く音無意識に入ってくるっていう音が、うん、あの環境音楽っていうものというこの大きな一括り、うんうん、はいのことを言うらしくて。すごいね。じゃあなんかちょっと深いね。本当に普通に人が生活してる中で聞く音のことを環境音楽って言うから、うん、じゃあこのなん自分たちが思う曲とかメロディーとかそういうものではなくて、うんうん、ただのこれな足音だったりとか、あそう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 いうなんだろう、うん、ことも音楽だよっていうことなんだよね、うん、そうだね、うん、そういうことそういうこと。結構今ツイッターでもなんかすごい深いとか、うんうん、そういう初めて知ったとか、そういうツイート来てます。え深い、それともうん。いやいやいや深い話じゃないよ。でもなんかこうやって聞くとなんかいろんなもう全てのことがなんか音楽になるんだなと思う。うん、そうなんだよね、うん、だからあのなんていうのかな、こうみんなもねあの、うん、無意識にこう普段生活してる中で環境音楽ってものは何かなっていうのを探せながら、うん、こう過ごしてみたらなかなかね面白いかもしれないね。なんか別の視点が生まれそうだよね。いろんなことそうだね、うん、なかなかねこう奥が深いという環境と深いけど、じゃそろそろ時間が来ちゃったね。はい、ました。はい、じゃあ3時間目のまとめいかせてもらいます。はい、まあでもこの音楽っていうのって、うん、なんかやっぱ昔からの歴史があって、うん、このなんだろう、あの長い歴史の中で、うん、あのこうみんな難しく考えてるかもしれないけどそんなことなくて、うん、もう簡単に考えてね、あの、うん、楽しめればやっぱ一番いいのかなって感じよね。そうです。音楽始めるとかって人もね。はい、だから難しく考えないでっていうことで、うん、お願いします。はい。FM 那覇78.0 MHz。それでは、帰りのホームルームを行います。はい、全員正座、はい、お願いします。お願いします。お願いします。ということで皆さん今回
第2回で、はい、どうでしたか。初めてねこのツイッターの、そうですね、そうそうそう、コメントもね、うん、いただいて、ツッタカターの方の、はい、もうすごいコメントとかね、嬉しいですね。本当になんか反響があるっていうことがすっごい嬉しいなって思う。そうそう、そうだよね、俺も嬉しかった、やっぱ嬉しい、なんかこういう感じなのかなっていう、なんかラジオってなんかこの反響があってなんか番組が成立するみたいなところがあるから、うん、はい、そこがちょっとできたのは嬉しいかな、うん、そのツイートしてくれる方となんか一体感みたいなのも、うん、確かに、ね、結構あったなって。ちょっと今回初めてだったからちょっとぐだったところもあったけど、うん、ちょっと来週からはねちょっと見直そう、頑張って、うん、はい、うん、みんなの反響を入れられるようにしましょう。まあ、そうそうそう、まあ、前回も今回も俺の場合はね、あの、はい、音楽が続いたからあ、そうですね、もう次回はねなんか別のまた別の面白いものとかをあるから用意してきますんで、はい、楽しみに、はい、ぜひとも次回も聞いてくれたらありがたいかなって感じで ね、うん、そうですね。まあ、でもお菓子もね美味しかったし、お菓子美味しかったよね、じゃがりこね、じゃがりこも美味しかったし、いやでもね第2回でこんなにもなんか緊張が変わるんだねっていう確かに、あでも自分1回目だったけどなんかもうリハーサルとはなんか、あなんだろう、やっぱ雰囲気も違うし場所も違ったから、そうだよね、あのなんか外が見えるっていう環境がすっごいなんだドキドキしたから、聞いてたら分かんないかもしれないんですけど、あの、はい、外国人の方がねこう手振ってくれたりとかして、あとなんだろうね、うん、なんかこう女の人が前通ってたりとか、ね、それなんかこういろんな、ね、うわ嬉しいなみたいなね反応がねやってるっていうことをね宣伝していって、そうそうそう、これで単位もらえるんだぜ、はい、最高だな、最高だぞ本当に頑張りましょうみんないやでもいやすごいね楽しいよね。じゃあ告知、それでは制作高校、そして皆さんから告知があったらお願いします。はい、はい、あります。お、あのこれあの精査の、うん、完成さに関する告知なんですけど、はいはい、那覇キャンパスの告知だね、はい、まず一つ二つあって、まず一つ目が精査、うん、国際高校の那覇キャンパスの、うん、個別相談会っていうのがあるみたいで、うん、うん、まあ、次はだいたい6月の18とか26それと30日にやるみたいで、はい、なんかあの新入生転入生フリースクール生募集中ということですね。あー、なるほど。フリースクールは中学生とか小学生も OK なので、ぜひ。あー、そうなんだ。気になる方は来てくださると嬉しいですね、自分たちに。あのごめん、無知すぎて、俺が無知すぎてなんか全然なんか、はい、個別相談会、予約制ですよね、連絡那覇キャンパスって検索してもらって、うん、ウェブで、うん、でそれそっから連絡をしてもらえれば、お問い合わせ先が那覇市牧市、あった、あった、那覇市牧市 2-16-46-203 で、テル 098-917-0501、 ファックスだと 098-917-0502 で、わかります、お願いします。じゃあお願いします、はい、ブログだっけ、ブログの方もやってますんで、ぜひとも調べてみてみてください。精査那覇キャンパスで検索してください。はい、はい、じゃあそれでは、今日の授業は以上になります。はい、じゃあ皆さん最後までお聞きいただきありがとうございました。お送りしたのはグッチと高谷と愛香でした。じゃあそれではまた来週会いましょう。せーの、じゃーん、さよなら、さよなら、じゃあね。この番組は精査国際高校那覇キャンパス沖縄学習センターの提供でお送りしました。